2人のちょっと会話が、まあ、見れるというところになります。うんはい、エコマークでね、なんかルンってしてるみたいな、そうですね、ご機嫌な感じですね、ガジルさん。じゃあ実際、はい、これに合わせて、はい、お願いします。はい、じゃあやってみましょう。やってみましょう、お願いいたします。あの、ガジルさんも私やナツさんと同じでドラゴンに育てられたんですよね。ああ、鉄竜のメタリカーナにな、急にいなくなっちまったが。どこに行ったかはわからないんですか？私もグランディーネを探してるんです。知るが、つうかもう何年も前の話だろう。いつまで考えててもしょうがねえぞ。そうだけど、やっぱりまだ乗り越えられなくて。ガジルさんは寂しくなったりしないんですか？てめえみてえなガキと一緒にすんな。俺はうじうじ考えてるほど弱かねえんだよ。そうですよね。私もガジルさんを見習ってあんまり寂しがらないように頑張ってみます。ああ、そうだな。考えてたって帰ってきやしねえんだからよ。なるほど。あとなんかちょっとこういった掛け合いで、何ですかこの画面。ちょっと2人の間の絆が深まったっていうことです。へえ。ガジルさんだけ。すごい絵面ですけど。絵面が面白すぎて。あんまりこうなんか見られない。ウェンディと会話しちったぜみたいな。なんか話あんなにちょっとツンデレっぽかったのに。